やりたいって思ってるとやらなくっちゃって思ってるのって全然違うんですよね。自分が足りてないって思うともっとやらなきゃって、自分がもっとできるとかもっとしなきゃと思うと人はね頑張り始めちゃうんですよ。のライブを始めてます。で、皆さん、こんばんは。Facebook と、YouTube のライブをこちらから始めたいと思います。こんばんは。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと素敵なゲストをお呼びしております。じゃじゃーん、どうぞ。じゃじゃーん、こんばんは。今日はバリからさえちゃんが来てくれました。長野にね、遊びに来てくれて、ちょうどライブの時なので、せっかくだったら一緒にライブしようって言って、さっきまでのんきにお茶を飲んでいて、私たち3分前に何喋るよみたいな話になって。何喋るんですか、私。そう、何たち喋るんですか、はい、私たちの感じになっております。はい。ということでね、今日は、ね、お金の切れ目が縁の切れ目ということで、トラップも作らずにちょっとしてるんですけど、皆さんの、私のね、今日コメントも、ぜひぜひお願いしたくて、質問に答えたりとか、ね、そんなことありますかっていうような話もしていきたいと思うので、ぜひちょっと皆さん教えてくださいっていう感じです。私自己紹介しなくていいんですか？してください。やばいから、そう考えたんだけど、はい。じゃあちょっと自己紹介、そう、いらっしゃいますよね。ぜひお願いします。こんなんですいません、私たち本当に。はい、はい、インドネシア、バリ島に住んでおります。はい、感情セラピスト。しております。サエコと言います。普段は、バリ島の雑貨を、こう、日本向けにネットショップで販売したり、あと、その、ビジネスをね、立ち上げたい方向けの、感情セラピーをやったりしております。というわけで、今日はボスのもとに遊びに来ちゃいました。ボス、イェーイ。本当にありがとうございます。ね、もう今日ちょっとサエちゃんと一緒にね、いろいろと、今ちょっと私テロップを作ろうかと思って今打ち込んでいるところなんですけど。今更ですか、マリコさん。ちょっと、すいません、さっきずっと時間ありましたよね。あった。確かにあった。ケーキも作ってたよね。ケーキ作ってましたよ、なんだったら。本当に。30分前から一応ここに待機してたんですけど、まだ時間あるからいいよね、とか言って。マリコさんはケーキ作ってました。ちょっと待って、天の切れ目が打ててない。こんなんで本当すいません、皆さんって感じですよ。もう本当にこれでいいかな。一応消すんだ、これ。よし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 。よし、はい、できました。はい、この、ね、やっぱ今何をしてたかというとね、このテロップを私作ってました。今作ってたんですか。そう、今日はこのことについてね、話していきたいと思います。あ、すごいと、コメントすごいいっぱいもらってます。みんないっぱい来てる。みんな、あ、さえちゃん。さきちゃん、ありがとう。突撃。あら、素敵、ごえちゃん。ねえ、ありがとうございます。あ、れいこさん、こんばんは。よろしく、いつもね、本当にありがとうございます。私、こっち見切れてる。そうそう、ちょっとこっちはね、インスタの方はちょっと切れてる。すいません。そう、ごえちゃん。また今回も。そうなんですよ。前回、何年前ですかあれ、去年、1年ぐらい前に、マリコさんのライブ配信に招待してもらって、参加した時、ね、4分割。そう。大変なことになりましたよね。落ちまくったよね。あれ、誰が、私がいけなかったのかな。いや、なんか、Facebook の普通。おかしかったんだよね。そうそうそう。落ちまくったんですよね。今日は一緒でいるから大丈夫だと思います。今回大丈夫ですか、ゴエちゃん。落ちたら教えてください。教えてください。みんな見えてないよって。よろしくお願いします。あ、りょうちゃん。あ、こんばんは。よろしくお願いします。あ、こんばんは、さえこさんだって。すーちゃんだ。すーちゃんだ。ありがとうございます。もうみんなすごいたくさんありがとう。ありがとう、まゆた。今日もよろしくね。まゆたのコメントいつも面白いから期待してるよってまたプレッシャー。ゆつきさん。あ、違う、ゆきさんか。ゆきさん。ありがとうございます。なんかね、私たち今日ね、こう、すごい女優のにライトが当たってるので、そう、目がチカチカしてるの。めっちゃ美肌効果あるライトが。もう後ろの影を見ると分かると思うんだけど、めっちゃライトが当たってるので、もうね、ちょっとね、目がチカチカしてる。コメントがただでも漢字が読めない私がまた全然読めないっていう。
これがいつものマリコさんって呼ばれてます、ヨーコさんに。さっきも打ってたやつだよね。すいません、本当そんな感じなんです、いつも。皆さんコメントがつぼってて受けます。そうですか。ありがとうございます。あ、メイコさんだ。メイコさん、メルボルンからありがとう。ヨーコさん、二人のショール。ショール、素敵です。やった。あ、そうです。これはね、そう、さやちゃんがね、ね、買ってくださったバリのシルクのストールです。ねえ、見れば見るほど素敵ですね。本当に、もうなんかね、裾の方とかはね、こんな感じで素敵なんですよ。ありがたいです。本当にずっと欲しかったのなので、めっちゃ嬉しい。で、私が言ったらね、社交辞令だと思ってずっとショッピングエスコートしてくれなかった人が隣にいます、今って感じです。これも話すの長いですね、でもね。この話したら止まらないって言ってるけど、いいですか？一万円の壁。うん。ちょっと言ってみますよ、その話。言っちゃいます、このショールにまつわる話。そう、このショールせっかく。これもね、今日、そうなんですよ。これも話の話すの長いんですけど。まあ、とりあえずこっちからじゃあ先に。こっちから。いや、まず私が体験会に参加した時から始まるんですよね。そうからですよね。そっから始まっちゃうんですよ。そっから始まります。マリコさんの、その、セラピスト養成講座の体験会に参加した時に、うんうんうん、マリコさんとこう個別でね、相談する機会があった時に、そうなんですよ。マリコさんから、あ、さやちゃん、私こういうね、ショールがあってね、すごい素敵でね、ショッピングエスコートしてほしいのって。もうメーカー指定でね。そう。その時、さやちゃんは知らなかった。そこのメーカーすら知らなかった。すごい高級ブランドなんで。全然知らなかったんですよね。そう、 そう、 そう、うん、そうなのよね。で、そう。で、しかもその時、マリコさんが、もうね、私絶対ね、1万円払うから。そう。1万円以下でやらないで、1万円払うからって言われて。1時間1万円って言ったんだよね。そう。1時間1万円払うから、それ以下ではやらないでって言って。で、もう払う気満々で私はオファーしてるのにもかかわらず、今になって蓋を開けてみると、さやちゃんどう思ってたかって言ったら、ね。いや、もう完全に社交辞令だと思ってましたね。なんか、セラピスト養成講座受けてほしいから社交辞令言ってんのかなって。いや、私の本音を言うと、いや、もしかして、患者セラピーの養成講座受けてくれなくてもいいから、ショッピングエスコートだけはしてと思っていて。そうですよね。今ならマリコさんのそういう性格わかるんですけど、当時はもうすね散らかしてたんで。そうだよね。この人、こう、社交辞令で言って、私をこう、そうだと思ってました、本当に。そう。すごいね。で、それから。でも結局、養成講座入ったんですけど、そう。できなかったんですよね。それで私また言ったよね、やって。何回も言われました。何回も言われた。講座中も何回も言われたんですけど、いや、もうそんな、ね、ショッピングするだけで1万円なんて私もらえないって。そう。そんなこと無理ですみたいな。そんなのできないって言ってましたね。言ってました。はい、もうこっちはいつになることかと思って首を長くして待ってるのに、ちっともその気にならない。払いたい人がいるのに全然受けてくんないみたいなね。この切なさ。はい、ですね。結局半年ぐらい、ね。そうだね。講座始まって。半年くらい経ってからだよね。半年ぐらい経って、やりますとか、なんか急に。あれなんで、1万円の壁はなんで超えたの？なんか覚えてないよね、昔のことでね、もうね。なんかその講座中に何回かこう、うん、テーマごと変えてセラピーするじゃないですか。その時になんかお金のなんかブロックを外すみたいなのがあって。なるほど。それでなんか外れて、で、私はやりますみたいな。なんか急になって。1万円の壁長かったね。長かったですね。長かったですね。長かったですね。でも、1万円を超えちゃうと結構食っていくよね、人って。そうですね、確かに。ね、はい、まあ、1万円の次が5万、6万はあったけど、でも1万円の壁が結構ハードル高かったよね。そうなんですよ。自分の売ってる商品も1万円以上つけれなかったんですよね。この話してマリコさんにすっごい笑われたんですけど、スカート売りますってなった時も、送料が1500円だから、じゃあスカートの値段は、いくらですか ?1 万円以下、9000円になるようにしようって言って、トータルで9000円になるようにしよう。そうだね。無意識に計算して、値段設定してるんですよね。ね、8000円以下だったよね。そうなんですよ。必ず1万円以下になるよ。と、すごいね、1万円の壁って。超えられなかったんですよね。ねえ。そんなことありました。すごいね、はい、本当にね。でもね、その1万円の壁のおかげで、私はこれが手に入って、でね、もうめっちゃ嬉しくて、本当に嬉しくて、ねえ、こんなにみんな喜んでくれるんだから早くやってよって話ですよね。長かったです。確かに。でね、今回はね、このショールも、はい、これも持ってきて。こちらは私がネットショップで販売している、ぬさぷにだとっていう島ので作られた伝統的な織物。うん、
ね、こうみんな草木染めなんだってさっき聞いてびっくり。草木染めで手織りをしております。すごいですね。こういうショールとかね、ターバンもまだあるのかなとか。ターバン売り切れました。イエーイ。あ、じゃあもうあれですね。受注生産ですね。またちょっとお願いしますみたいな感じですね。ちょっとだけ、送ってるので、それが間に合えば関西に持っていこうかなと思ってます。そうか、そうか。はい。ですね。そんな感じでね、いろんな小物を作って、ね、今回日本に持ってきてくださっていますって感じですね。嘘みたいですね。1年前。1年前の私。1年前1万円がって言ってた。震えてた私。ね、人はこんなに変わるもんなんだよね。本当ですね。今回仕入れだけで、50万ぐらい。そんな感じかかってて、仕入れすぎたなぐらいな、なんですけど、ね、1万円で震えてた私が。50万の仕入れ欲しい。よくやりました。すごいね。はい、いやでも本当すごいなと思うよ。このさやちゃんの行動力と、やっぱり自分がね、さやちゃんやっぱり思うのは、自分がビジネスをしながら、いやいや、頭ぶつけるもんだから、そこを自分でちゃんとクリアにして、こうね、前に進んでったから、やっぱり早かったよねっていうのはすごい思う。そうですね。ね。よく頑張りました。今日もね、ちょっといろんなことがあったので、後で話してもらったらいいかなって思ってます。長くなりますね、それも。それも。お二人素敵。ありがとう。ありがとう。みーちゃん、ありがとう。嬉しいよ。あ、ごえちゃん。私の方が落ちる。それは。それはどういうこと？お願いしますよ。こんにちは。ネットが落ちるってことだよね。じゃあ、こんばんは。だ、きょうこさん。きょうこさんだ。こんばんは。ありがとう。みんな見てくれて嬉しいよ。ハードル上がる。でもいいでしょ。マエタン受ける。お願いね、マエタン。期待してるよ。りょうじさん。そう、受けてくださったんですよ。りょうちゃん。そうなんですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。本当に。あ、はじこさんもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、ということで、じゃあ、はい、今日はこのタイトルで、お金の切れ目が縁の切れ目。なんかあります？大ちゃん。いや、でもやっぱりなんか、売っていいのかなってありましたね。そのお友達とかと、うん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 、なんかお友達同士にして、ねうんうん、ね、お友達関係の人に対して、この商品を売っていいのか。うん、もう自分の商品もそうだし、感情セラピーをおすすめしていいのか。うんうんうん、ああ、なるほど。そっか。え、なんでやっぱり売っていいのかと思ったってこと？おすすめしていいのか。なんかお友達だったらお金もらっちゃダメみたいな。なんか お金もらうとそれは、なんか、なんて言うんですか。これだよね。切れてしまう。絵が切れちゃうんじゃないかとか。そう。不仲になってしまうんじゃないかとか。そうただであげるんだといいけど、うんうんうん、お金をもらうと、なんか、もう、良くないみたいな。不思議だよね。本当に。でも私はさ、ただであげるほど高いものないと思ってだってお礼しなきゃいけないしさ、値段あったら言ってほしいと思うからさ。そうなんですか？え？思うよ。ただでもらうと、いや、ほんとめっちゃ嬉しいんだけど、だけど、じゃあ何をお返ししたらいいかなって考えるじゃないですか。やっぱりね、本当にありがたいな、嬉しいなって思うから、お返ししたいって思うじゃないですか。それを、まあ、その考えるのも嬉しいけど、でもお値段がついてるんだったらお値段つけてくれた方がめっちゃもっと嬉しいって感じ。へぇー。そこでなんかなんかこの人からなんか、あ、この人ビジネスのために私と友達なのねって思われるかもしれないとかないんですか？え、だって、私はこの人のために今提案してんだよ。そう、あなたが良くなるために提案してるから、それでお金がどうこうこうって思うのはあなたの問題だけど、そこもクリーンにするよ、私、みたいな感じ。さすがですね。え？そう、え？違うの？いや、私今日東京にね、2週間ほどいる間に、いろんな方にもお会いして、ちょっと相談みたいなのを受けたんですけど、やっぱこれ感情セラピーしたら良くなるなと思うんだけど、なんか、どうですかってこう、言うのに結構こう頑張りました。言ったんですけど、感情セラピーやってるから、どうですかみたいな言ったんですけど、結構言うまでこうなんか、どうしようみたいな。言ったらでも、そう結構たくさんいるよね、きっと。だから、これ思う人いるんだと思うんだけど、え、私、縁が切れる。いや、それで縁が切れたらしょうがないなって。だって、その人がそれで嫌だと思ってるんだったら、
それはそれで、そのほら、その全然ミスマッチングで付き合ってる方が、お互い不幸というか、お互いハッピーじゃないよね、みたいな。じゃあ逆に、このお世話になった人が売ってるものだから、なんか買わなきゃとかないんですか？それはこの人のために買いたいなっていうのはあるけど、でもそれを私が本当に買いたいかどうかちゃんと自分に聞く。で、買いたいと思ったら買うし、それ私にとってメリットがあるのと思って なかったら、ごめん、それはちょっと私にとって今それじゃないから違う方法で応援するよ、みたいな感じ。なるほど。そう。そう。だって、この間、結構仲良しの某ムサさんっていう人が、5万円の商品を持ってきて、私の目の前に。さん。5万円の商品を持ってきて、ね、マリコさん、これ買ったらいいですよ。僕が提案する商品なんですけどね、って。で、じゃあ、これ私が買ったら何のメリットがあるのって言ったら、いや、相談乗りますよって。だって今友達で相談乗ってもらってんじゃんって。で、他にはって言ったら、いや、だからいろんなものがあった時にいろんな人紹介しますよって。それ今も紹介してもらってるよね。その5万円の線と友達の線はどこが違うわけって。で、彼が、って言って。それ私5万円払うメリットがなかったら、いくら内沢さんが言ってくれても、それだって払えなくないって。あ、確かに。で、私が本当にだから、大好きだし、払いたいと思うし、協力もしたいと思うけど、私に対してメリットないものだったら5万円はちょっと、だって今の状態と何が違うかはちゃんと明確にしてくれないと払えないんですけど。合理的ですね。私？はい。考えが合理的ですね、結構。確かにそう。そうだけど、これがね、例えばじゃあ藤沢さんみたいに今までこう関係性がそこまでなくって、普通の人が、マリコさんこういう風で5万円でこうですよって言われた時に、うん、じゃあそれはその人がやってることだったら、私にとってこういうことがあって、この人もハッピーだから、じゃあ買おうかってなるけど、今までの延長線上で何が違うって言った時に、その明確な答えがなければ、そこはなんかちょっと私の中ではもやもやするみたい。そのためにお金払う必要なくないって感じ。なるほど。そうなんですか。はっきり言ってよ、そうやって。私それお金払う必要なくないって言って。そしたら、すっごいオファーしてきたんだけど、黙っちゃった。黙っちゃったんですね。なんか想像つくんですけど、黙っちゃった、藤沢さん。黙っちゃった。あ、そうなんだ。うん、でも、そう、でも逆に、このこと本当に欲しいと思ったりとかしたら私は全然お金払いたいし、買いたいしって感じ。このスカーフみたいな。そうそうそう、そう、ね、このスカーフもう1万円ショッピングスクート作っても。でも、これもなんでか、まあ、そうだな。なんでかって言ったらやっぱバリのも絶対安いだろうなとは思ってたから。そうですね。そうで、日本で買えば倍以上するって知ってたから、だから1万円払っても絶対やってほしいって思う。で、コロナだから行けないしね。うん、それはすごい価値があるなと思ってたから。はい。だから、なんだろうね。そうか、みんな、相手に、だから、提案できないってこと？お金、じゃあ、例えばお金、感情セラピー、うん、絶対この人やったらいいなと思った時に、うん、その人に対して、やったらいいよって、素直に言えない。なんか、お金目当てだって思われたらどうしようとか、なんかそのお金を受け取ることで嫌な関係性になったらどうしようって。ああ。それってだからお金の先行っちゃってるってことだよね。思いよりか。うん。私はお金は後からついてくると思ってるから、私の思いは嘘偽りないよって感じ。見せたいくらいって感じ。なるほど。私のところは全然クリアだよって。なるほど。そこを。思いの方にフォーカスして提案するんですね、うんうん、そう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 、もちろんだって今の私の逆のバージョンだけど、これをこの人が手に入れたら絶対役に立つよねって思うわけじゃん、うんうん、で逆にこの人が手入れたら絶対役に立たないよねっていうものは、うん、私は売れないです、逆に言うと。なるほど。その藤田さんみたいに、うんうん、その私にとってのメリットがちゃんと明確にならないものは私は人に提案できないけれども、でも私は絶対これいいよっていうものは、その思いが絶対いいよって乗るから、提案した後に定価があった方が親切だよねすごいな、マリコさん。なんか
いや、ちょっと皆さんそう思えるんですか？私聞きたい逆に。コメント皆さんお願いします。そっか。そうなんだ。ちょっと熱くなってきた。ごめん。熱くなってきた。でもなんか、ちょっと自分の中でなんでそれがダメなのかなと思ったんですけど、今。そのお金によって買うか買わないかを多分決めてるんだと思います。え、ってこと？それがすっごいいいものだとしても、うん、3000円だったらじゃあ買うけど、2万円だったら買わないかなとか、なんかその値段によって欲しくてもそれを買うか買わないかを多分決めてる。あ、じゃあ自分の中で高いか安いかって決めてるってこと？そう、ジャッジしてるって感じ？そう、ジャッジして、すっごいそれが欲しいんですけど、うん、3000円だったら買うけど、あ、2万円だったら、いいわ、みたいな。なんか、その、なるほど、うん。それ多分、自分にとって価値がそれだけのものじゃない。なんと、自分にそれだけ価値がないと思うから、逆にそれだけの高いものを買えないっていうことになる。痛い。今回の話じゃないけどさ。いや、多分な、だから自分を大事にしてる人っていうのは、それだけのことを価値があると思ってるから自分にかけようと思うんだと思うんだよね。はい。はい。痛い。いや、でも、うん、そうね。そう。そうですね。でもそうやって見ると、感情セラピストの人たちは結構みんな、だから、感情セラピーの講座ってそんな安くないじゃないですか。でもちゃんとそれを自分のために買ったっていうことは、それだけ自分のことを大切に思ってるからこそ、だから私は逆に、この人たち絶対変わるし、何、本気になるみたい、余計本気になるみたいなところはある。やっぱり。うん、そうですね。うん、そう、だからやっぱり、そうだね。そこかもしれない。そんなに自分にお金かけられないって思ってる。ことが、もしかしたら、そのまんま相手にも、大きなお世話なんだけど、相手にもそのまんま適用してるのかもしれないよね。そうなんですよ。なんか、投影してるかもしれないですよ。うんね、その提案とかするときに。ね、うん、逆にそれすごい、めっちゃ失礼だよね。そうですよね。あなたこんだけの価値。そうですよね。そう言われるとそうですよね。あなた1万円払う価値ないですよねって言ってるんですよね。失礼。めっちゃ失礼。やばい。ちょっと自分で今気づいた。そうよ。そういうことよ。今回なるほど。そう。すごいしっくりきました。あなた1万円払う、自分に1万円払う価値ないですよね。だから私提案しませんみたいなこと。めっちゃ失礼。最悪。そういうことか。でもね、今回すごくおかしかったのが、うち結構今ほら、新築とかしてるじゃんね。すると、見積もりとか業者さんが出してくると、最高の値段つけてくるんだよ、こうやって。で、うちそこの値段、望んでませんけどっていうと、失礼がないようにっていうのね。いや、失礼がないじゃん。適正価格でお願いしますって感じ。失礼があっちゃいけないんで、みたいな。いや、失礼とかじゃなくて、適正価格でお願いします、みたいなさ。あ、推野さんにはもう最高級品をご提案しなければ。まあ、みんな多分そういうリップサービスだと思うけど、でも、だってその、見積もり高くから低くした方が人は買い出すじゃん。まあ、そうですね。それもあるけど、だから、物は言いようだなと思って、失礼がないようにって、みんな言えばいいんだよ。ほら、これ高いって、いや、失礼がないように、このくらいの値段はやっぱり大事だと思いますって。ああ、それいいですね。失礼がないように。それめちゃくちゃいいですね。いや、あなたはそれだけの価値があると私は思ってるんで、そう。失礼がないように。そう、失礼がないし、この値段は価値があるから、だからです。なるほど。わかりました。めっちゃなんか、なるほどって感じです、今。ちょっと皆さんコメントめっちゃ面白いんですけど、もう本当に、あちこさん、来週お願いします。あ、来週お願いします。来週何だろう。いつも役立ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。これ、分かってなくてごめんなさい。あ、りょうじさん、知り合いに、無料でセッションできるけど、有料にする意味は、ことかたまに考えちゃいます。でも僕はお金もらうけど、そう、あの友達とかに対してですね、有料ですセッションする意味。でも友達にも例えば無料でしたいんだったら無料しもいいんだけど、実はこの値段がするんだけど、うん、だけど今回友達だからやらせてもらうねっていう感じ。うん、私も結構最初ルール作ってて、話を聞くのは無料でいいよって。感情セラピーやるってなると、もう有料にするよっていうふうに自分でルール決めて、友達でも何でも。
そうしないと話してる流れでやっぱりやっちゃうんだよね。いや、わかります。そうそう、うん。だから自分の中でルールを、こう普通に話を聞くとかするのはもう全然 OK だけど、感情セラピーでこの人を本当にやりたいって思ったら、でもやる前もちゃんと確認した方がいいんだけどね。勝手にやっちゃったら、相手はそのつもりじゃなかったってなることもあるから、うん、本当に変わりたいんだったら、やらせてもらうけどね、みたいな。うん、そう。で、お金いただけるっていうのは、りょうじさん素晴らしいなと思いますよ、本当に。絶賛あるあるです。今辛くて。何がやばい。これ、マリコさんの一貫で、何の話してる時のコメントかわからないっていうのは困りますね。困りますね。ごめん、ごえちゃん。これ、さえちゃんに読んでもらったから、私ね、ライトが被っちゃって、本当に見えないんですよ。お願いします。実は、私、かなり前にコンサルを勧められたのですが、ビジネスなんて考えてなかったので、お断りしたんです。それからその人からの SNS のいいねがほぼつかなくなりました。断ったから縁切られたのかなと思ってました。あ、いいのいいの。縁切られてもそういう人は縁切った方がいいよ。だってそうじゃ、お金でいいねつけたりつけないする人は、お金が結局先だから、さっきの話さ、思いが先じゃなくてお金が先だから、そういう人は別にいいじゃない、一緒につけなくても。って思います。バサリ。うん、バサリっていうか、いや、この人と、まゆちゃんが付き合いたいのか付き合いたくないのかだと思うんだよね、うん。で、こういうところで人の考え方とか価値観って別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくって分かると思うんだよね。その時に自分が、そうなった時にこの人と付き合いたい、移動したいっていうのは自分のことで、自分事として考えればよくって、みんなからよく思われてる必要全然ないし、うん、私も多分ね、そのほら、付き合いたい人は決めてるし、自分の中で。だから、全然そういうのでいいと思うんだよね。ちょっと価値観が違う人と付き合うとね、苦しくなるじゃん、なんか。ことごとく話が合わないわけだからさ。そう、無理っすけど、みたいな。そういう人と時間積むってもね、もったいないから。いいんです、まゆちゃん。それはそれで、まゆちゃんがどうしたいかを決めればいいと思われます。ショック。何がショックでか、ごめんちゃん、教えてって感じだよね。あれじゃないですか、提案できない。1万円の価値があなたにはない。から金額提案できないってやつじゃないですか。そうか。でもいいじゃん。そう考えれば別にショック。まあそうだね。そっかそっか。今日はさえこさんもいる。えりちゃん。えりちゃん。やっほー。ね。そう、今日はなんか思わぬほか、なんか最初からピッチが早い飛ばしておりますって感じだけど、ね。別に飲んでません。そう、飲んでません。ノンアルコールです。シラフでございます。あ、まゆたん来た。読みますか？読んでください。ゲ、どんな人とも嫌われたくないが発動してしまっている。おー、いいね。マリコさん、バッサリ言っていただきありがとうございました。なんかスッキリだそうです。スッキリした。よかった。スッキリした。よかった。よかった。だからもう自分が基準だから、マユタンがどうしたいのかって、相手がこれつけてこないから、いや、ダメとかじゃなくって、いや、そういう人なのねっていうことで、その人と私は付き合いたいの、どうしたいのって、もう自分で決めてくださいって感じでございますね、本当にね。ありがとう、マユタン。そうそうって、あ、それ、さっきのやつ、ね。さっきのやつか。痛いよね。痛いか。そうだよね。そうそうそう。だから、この失礼がないように、この値段で提案させていただいてます。今後これから そのようにさせていただきます。そうですよ、みんな、はい、そう。ね、だってお金がないから、私一回、そう、すごい言われたことがあって、体験会の時に、講座の値段を言った時にね、皆さんお金がね、大変だと思うのでって、ポロッと一言言ってしまったことに対して。それはね、めっちゃ失礼だからって言って、よりこ先生にすごいご指摘を受けて、ゆりちゃんに。確かにそうだなと思って、ほんとすいませんって思って。そういう金額のところに行くとドキドキする私もいて。ちゃったもん、大丈夫です。そんなこともありましたね。そう、だからやっぱり、思ってることがつい言葉に出ちゃうから、みんな、自分のところをクリアにするのがやっぱ大事かな、と思われます、はい。ね。相手に対してあなたに支払う価値がないと言っていたこと。うん、そうね。ショックって言ってたんですね。なるほどね。そっかそっか、ね。いいのよ。その時はそう思って言ってるわけじゃないし、うん、価値がないからねって言って、思って言ってるわけじゃないから、そこに気がついたら、そうね、みたいな。次回から考えようって感じで。全然 OK。そんな別に、意地悪して、この人お金ないからこうだろうねって言ってるわけじゃないんだからさ。全然 OK。はい。そうなんなんかさっきそんな話したよね。何でしたっけ？覚えてない。あ、そうそうそう、さやちゃんが、うん、ほら、このバッグだったり、なんかすごい結構高めの、
今回作ってきて、はいはい、そしてもっと可愛いもの作れたんじゃないかと思って、その前のやって、これすごい気に入ってるっていう人に、心から良かったねって思えなかったっていう話をして。そうなんですよ。販売会でね、たくさん商品買っていただいたんですけど、なんか、またこれもやっぱり、ね、それ、ちょっと高い、やっぱラインナップも今回お持ちしてたんですけど、それを買って、いや、すごい可愛くてめっちゃ気に入ってるんですって言っていただいたんですけど、なんかもうね、申し訳ないが出るんですよ。なんか、こんな高い商品買っていただいて申し訳ないみたいな。ねえ言ってて、申し訳ない。なんでって聞いたら、いや、もっと可愛いものがあるのにこれ買ってもらっちゃって、しかもこんな高い値段で申し訳ないとか言うから、ああ、そうだね、みたいな。あかん。いや、で、その時にね、言ったのが、その時はベストを尽くしてこれがいいと思って、自分が成長してもっと素敵なものを見たからこそ、これがもうちょっと良くなるよねって思ってる。この向上心が出てるわけだから、それを申し訳なかったと思えるか、精一杯やった。で、今度、新しいラインナップまたもっと作るよって。ここも肯定してこっちもするよってした方が、ここ申し訳なかった、ごめんなさいって言ってこっちを作るよりか全然いいよねって話をしたの。でもそれめっちゃ失礼ですよね、よく考えると。買ってくださった方に。そうだよ。今すごい思いました。いや、買ってくださった方にも失礼だけど、さえちゃんに失礼だよ。そうですよね。だって自分は精一杯頑張ってやったのに、そうね、それを、いや、私、こんなんです、こんな高くつけちゃってごめんなさいって言ってる。あかん。まあ、かんね、その時精一杯やってんじゃんって話じゃん。ね、そうなんですよ。そう。で、自分が成長していろんなもの見たから、もっとこういう風にできるって思うわけじゃん。はい。だってお洋服でも何でもさっきも言ったけどね、こう、次の年になると同じもの買っても、あ、こっちの方がもっと可愛かったってあるからまたこれを買いたくなるじゃないですか、人っていうのは。いいんですよ、それで。そうですよね。いいんですよ、それで。それなのに、さっきマリコさんにこんな商品できたんですって見せた時には、私頑張りましたねって言ってましたよね。言ってた。コロッと変わってましたね。言ってた。30分ぐらいで。本当に。最初来た時、長野来た時めっちゃ疲れてきたんだよね。そうなんですよね。やっぱ2週間東京でね、すごく忙しく、ありがたいことにいろんな人にこう会いまくってて。で、これで最終工程なんですけど。ね、そうだね。長野に来たら、結構疲れてましたね。朝来た時結構疲れてた。顔が死んでました。そう、なんか次のマルシェとかどうしようと思ってたみたいな。まあ、ちょっといけるかな、私。大丈夫かなって思ってました。ね、はい、思ってたんだよね。はい、そうそう、で、長野で結構グリーン、ね、緑のところと。そう、私がね、そう、昨日ね、うち荒木さんが来てくれて、まあ、荒木さんって言って、経営者の方で、感情セラピーもね、ちょっと学んでくださった方なんですけど、手相が見えて。で、手をね、見たら、マリコさんの手はもうすっごいめっちゃいいから、手を当てるだけでみんなすごくいいって言われて、もうめっちゃやろうと思って、私。怪しい話だけどね。そうそう。で、それで、なんかエネルギーが上がるんだったらね、それがいいねと思ってね。そう。で、ちょっとやってたら、すごいなんかクリアになってきたって言ってね。すごいなんか気持ちいいんですよね。ねえ。なんか出てますよね、多分。手から。なんかこうやってね。そう。で、なんかこう、やってもらって。そしたらなんかすごいスッキリしました。スッキリしたよね、うん。で、その後にまたね、ちょっと価値が、なんかこう、さえちゃんの価値がパカッと開いて。パカッと開きました、なんかが。ねえ、そう。でも何話してたか普通に忘れてます、私。何な、その時に。さっき、はい。やばい、私。何話してたかっていうと、その、こう、なんていうの、自分よりか成功した人だったり、社長だったりとか、そう、こういう人に対しては、私なんか、こんな人のところでは、私なんかこんなちっちゃい存在です、みたいなことが。そうですね。ね、思ってたんだよね。そうですね。そうそう。それこそ社長さんみたいな肩書きの方とか、組織の長みたいな人だと、なんかこう、別次元の存在みたいな。そう。自分とは交わらないみたいな、ね。そう。私は、一サラリーマンですから、みたいな。ね。で平社員ですから、みたいな感じで言っちゃうのがあって、っていう話をしてたんですよね。そう。そうなんだよ。そしたら、その時に、さえちゃんの昔の自分、サラリーマン時代のさえちゃんが、もう、上司がいて、自分は何も言えなくて、本当はこうしたらいいのにと思ってるけど、できない自分。で、バリに行ったらバリに行ってで、今度はいないのに自分でやったけど、うまくいかない。この落胆。はい、これが、重なって、やっぱり私はできないんだ。私はやっぱりダメなんだっていうのが刷り込まれて、ね。そうですね。ちょうど感情セラピー出会ったあたりですね。すんごい落ちてたんで、あの頃。あの頃も落ちてたよね。そうそう。そう。そう。で、
そうそうそう、そこでちょっとね、その子たちのことを、その子たちっていうのは昔のさえちゃんをちょっと抱きしめてあげた感じだよね。本当にそうだった、よく頑張ったよねって。でもそれってできるからこそできない自分っていうのがいるわけだよね。そうですね。なんかこのサラリーマン時代の辛かった自分とか、うん、もういないと思ってました。あ、なんかでもやっぱり話を、他の人の話聞くたびに何か反応してた、うん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 、からまだね、あったんですよね。そうなんだよね。なんかね、うん、そう、あのね、あの、いいのかな、このスカーフの創立者の人と会ったって話して。あ、そうそう、偶然ね、偶然会ったって言って、はい、そうそうそう、でね、この間お食事に行って、そうそう、ね、でしょ。で、そんで私と会った時なんか、じゃあ私ちょっとプレゼントしたから持ってってって言ったら、いや、私会わなきゃいけないのか、やっぱり、みたいなことをさっき言ってたのに、それが外れた途端、いや、会うのが楽しみになってきました。本当180度変わりましたよ。めっちゃなんか30分、1時間くらい前なんかちょっとそんなこと言ってなかったみたいな。どうしよう、私ちょっとあの、有名な、結構有名、インドネシアでは有名な、うん、ね、あの、なんか、方なので、いや、どうしよう、私は会うの緊張するとか、いやーとか言ってたのに、そしたらもう終わった後も、いや、楽しみだなって言ってましたね。言ってた。いや、何喋ろうかなみたいな。そうだな、なんか楽しみになってきたみたいな。そう、言ってましたね。人ってこうやって変わるんだよね、本当にね。10分ぐらいで変わりすぎですよね、本当すごいよね。みんなの花に来てください、この。長野に来たらコントのように変われます。長野に来たらコントのように変われます、本当にね。どっから言うんだっけね。これ読みましたね。さっき動いちゃう。あ、高橋さん、こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。見てくださって嬉しいです。あ、ちえこさん。ちえこさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、高橋さん。遅れて入りました。もちろんですよ。全然大丈夫です。ありがとうございます。本当に。ひとみちゃん。根っからの八方美人。うん。そうなんだ。相手のご機嫌取りは得意だけど、うん、結局当たり障りないようにクロージングが控えめになってしまいます。なるほど。わかる。え、わかる？なんで？わかる。え、ちょっと待って。なんで？なんで？もう一回読んでみたりして。相手のご機嫌取りは得意でしょ？だから、相手をご機嫌取るってことは、相手のことがちゃんとわかってるってことじゃないですか。すごいことじゃん、それって。で、この人はここがなったらいいよねってこともわかるじゃないですか。え、で、なのに、なんでクロージングだと控えめになるの？ここが治るんだよ、みたいな。ここが解決できるの私持ってるよって。ダメ？みんなダメですか、そこ。どうですか、ひとみさん。そうね。え、だって、この人のことが分かって、この人、ここが問題だよねって、もすごいめっちゃ分かって、ここがあったら絶対解決するよ、すごく人生良くなるよって思うわけじゃないですか。それをそのまんま伝えたらダメですか？あ、クロージングっていうことじゃなくて、これが、感情セラピーとか、例えば自分が持ってる商品で解決するからさ、これとってもいいと思うんだよね、って。ダメな顔してますけど。いや、それができたらいい、悩まないよね、っていう顔です、これは。そうだね。なんでダメなんだ、なんで考えちゃうんだろう。でも、多分最初の話に戻っちゃうんですけど、やっぱこれを提案して、その金額に見合う価値を提供できるのかどうか、自分が。だって、これ、ごめん、本当内輪の話になっちゃって。感情セラピーのセルフは、セッションするだけだから全然それ大丈夫じゃん。ないのと思うけど。だからそのセッションが、その何万円の価値があるのかどうかっていうところじゃないですか？だってさ、それって、相手がちょっとでも変われば、人生変わるんだから、別にそんなちゃんとしたセッションじゃなくても、相手の気持ちに寄り添ってれば大丈夫なんじゃないって思うけど。でもそこがあったら、それは自分の価値の問題なので、そうですね。それとあと、本当にビジネスのことに関しては、やっぱりやってみるっていうのは絶対大事。だからそこは場数を踏むっていうのは絶対私はありだと思うから、その両輪はちゃんとやってね、とはちょっと思うけどね。そうですね。私もなんか最初本当、なんか自分ができてるかどうかもわかんなかったんで、すごい自信なくて、で、まあね、モニターとかで受けていただいたりとかして、それでなんかようやく今は、なんかこう、自信を持って提供できるようになりましたね。そうだよね、だからやっぱりやってみてっていうのは絶対大きいと思うんだよね。ビジネスの場合はいくらメンタルを強くしてもやってみてやっぱり
なんぼの世界だから、それはもうどんどんやってみないと、練習にもならないしするから、それは私はすごい大事だと思うから、そこの部分はね、あれだけど、もしかしてそこじゃなくって、人との関係性、八方美人っていうから、関係性が切れちゃうのかなとか、でもね、それで切れちゃったら、なんつうの？いいじゃない？今付き合わなくてもいい人だからって、思うけどね。あ、なんか先にごめんね、ひとみちゃんが来たから、ひとみちゃんもじゃあ先に。相手が変わるのめっちゃわかります。だけど、相手が本当に変わるとか、結構押し付けっぽくなってない。結局、押し付けっぽくなりたくない。押し付けっぽくなりたくない。押し付けっぽくなりたくない。押し付けって何？押し寄りみたいな感じですか？あのさ、マリコさん、この間藤沢さんに提案されて、いや、私はいらないんだけどって言っても、いやいや、これすごいから、もう、買ってくださいみたいな。でも押し付けって思ってない。断ればいいんだから、私。マリコさんに押し付けできないの。あ、わかった。でも、押し付けって、相手が思われて、例えば逆に相手が思って、この人めっちゃ嫌だなと思ったら、それはそれで、ごめん。でもね、押し付けって、私定義があると思っていて、相手が嫌だと思ってるのに、まださらに押すっていうことを押し付けって言うんだと思うんだよね。うん、だけど、一番先、ただ提案するっていうのを押し付けじゃないんだと思うんだよね。うん、嫌ですって言ってるのに、まだどうっていうのは押し付けかもしれない。でも嫌ですも言ってない前に、提案もしない前に押し付けはないんじゃないって。うん、なんで教えてくんないのって話になるじゃん。から、押し付けの定義って、本当に、さっき言ってくれた、嫌ですって言ってるのに、私はあんまり押し付けとも思わなかったけど、嫌ですって言ってるのに、まだこうです、こうですって言ってくるのは、押し売りっていうのかもしれないけど、初めて話すよ、今っていうのも押し付けじゃない気がするんだけどね。どうでしょう？押し付け？の部類？だって教えてあげるよ、それって。提案するよ。一回目押し付けじゃない。そういう問題じゃないかもしれないけど、初めて言うのは押し付けじゃないんじゃない？そうですよね。でも、やっぱりな、自分の中が、これ本当にいいから、本当にこの人にすっごいいいって思えるかどうかなんじゃないですかね。うん、ね、そこは前提だよね。その上で。そうだね。さっきね、話もしてたんだよね。感情セラピストのナナちゃんっていう子がいて、すごいバッグとかね、なんだっけ何バッグだっけ、チラバッグ。チラバッグ。めっちゃ可愛くて、もう本当にね、昨日一緒にいた。持ってきましょうか。そう。この一緒にずっとさやちゃんいて、もう本当にナナちゃんはチラバッグが大好きなんだなっていうのが、すごい伝わってくると。で、この、ね、本当に大好きなものを、大好きな人のところに届けたいなっていう思い、これが多分、いろいろ商品の原点だよね。そう、これが違う。かわいいよね。私もこのお店に行こうと思ってるんだけど。そうそう。そう。だから、これが大好きと思えるから人に勧められるじゃないですか。これが大嫌いっていう人は勧められないんだと思うんだよね。だから、まずそこの自分の中で、これ本当に大好き。この勧めじゃないけど、買われるよっていうのを、言えばいい。で、押し付け。だってこれ可愛いからさ、いいよ、絶対似合うよっていうのが押し付けかな。どうなんだろうね。ね、そう言われると。だってそう思うよって感じ、私的には。だってこの人絶対いいじゃんって思って、それが、例えば自分が持ってるセッションだろうが、感情セラピーだろうが、チアバッグだろうが、みんな一緒で、いや、めっちゃいいよ、これって言うだけの話。なんかみんなが止まってしまって。今のコメントを。コメントをちょっとじゃあ読みますかね。どこまで来ましたっけ？ここですね。ここからですね。怪しい話といえば、マリコさんは青龍、ビジネスに強い神様がついてますね。え、そうなんですか？そうなんですか？そうなんですか？領事さん。あ、だから私さっき、青い龍をあげた。青い龍をあげた。そうなの、りょうじさんってそういうことが見える人なんですか？めっちゃ嬉しい。生理、ビジネスに強い神様が、あ、神様ついてるの。いやー、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます、りょうじさん。もうちょっと、いろいろ見えたらまた教えてください。こんな番組、この番組ってこういう番組と思うけど。そう、見て。こんな、このお酒、これをいただいたんです。さえちゃんに。青い龍だって言って。
本当に青い竜だね。本当だ。ぴったりでした。めっちゃ嬉しいで、ここが金でね。本当にお金の、お金とビジネスの。確かに。そういうめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。りょうじさん。もうりょうじさんとうちの主人の名前と同じなのでめっちゃ。そうなんですか。めっちゃ近しい感じがしております。ありがとう。嬉しいです。こんばんは。あゆみさん。こんばんは。こんばんは。こさん、こんばんは。あ、こいちゃん。バカズは大事。バカズは大事。バカズは、でもやってみないと分かんないから、やっぱりやってみることが大事。本当にそう思います。こいちゃん。毎回深い気づきがあります。こんな終わり番組なのに。大丈夫ですか、こんなんで。2分前に何言うか考えてましたけど。すいませんで、しかも、タイプで来てから打ってましたけど、このタイプ。忘れてたと思って。そう。じゃあめっちゃやってみてなんぼの世界。いざやるとなるとドキドキするなぁ。わ、ね、かります。そうだね。でもね、映画ってやっちゃうとやっぱり違うんだよね。そうなんですね。やっちゃったもん勝ちだから。ほんと正解がないからね、こんなの別にね。本当にそう思う。確かに、繋がってる人は後悔しないです。嫌がってる人。全然違う。ちょっと待ってください。今びっくりした。私本当に、いや、ごめん、目が見えないのもあるんだけど、ライトがちょっと眩しいんで、今日ね。こうね、いっぱい字がくちゅっとなってるのは見えないんですよ。すいません。嫌がってる人には提案しないです。でしょ？そりゃそうですよね。そりゃそうだよ。嫌がってる人はしないでしょ。嫌がってる人はわかりますもんね。わかる。もうこれはもう無理って思ってる人は提案して。だから、ひとみちゃんに押し付けしてないんだって。うん、で、もし押し付けしてて嫌だって言ったら、そこセラピー案件なんてお願いしますって感じですよ、本当に。大丈夫、大丈夫、やってないから。はい、多分自分が嫌と言えなかったりすると相手も言えないんじゃないかと思って押し付けちゃう気がするのかも。なるほど。みんな自分が嫌という練習をしましょう。はい。みんな自分が嫌という練習をしてください。本当に。なるほど。そうよ。私みたいに何のメリットがあるのそれって。ちょっとそうすると向こうも考えるから向こうにとっても親切だと思うんだよね。自分のクリアになってからいろんなことが。それは何のメリットがあるのって言われたら、こうでこうでって言われたら、ああ、なるほどって思えば、いや、それはどこが違うのと思うのもあれば、いろいろじゃないですか。そうですね。ねえ。さすが陽子さん。さすがです、陽子さん。経験者はすごい。やっぱ違います。どこまで行ったここ。じゃあ。マリコさんに売り込みする練習をしたら変わりますか？してみてください、みんな。私に売り込み。マリコさんに売れたらすごい、なんか、何かが変わるんですかね。なんだろう。え、売り込みする練習をしたら変わりますか。どうなんだろうね。それ何のメリットがあるのって言われますよ、ごえちゃん。いや、私にしてくれても別に全然構わないけど、私は売り込む自信はあるよ、と思う。逆に売り込まれちゃう。逆に言ったら売り込んじゃうよ、みたいな。ちょっと困りますね。はい、まあいいね、あれだけどね。提案してクロージングしないと、そのお客さんは同じような商品を違う人から買っちゃうから、もったいないお化け出ますよ。さすが。さすが。さすが。さえちゃん、皆さん、上手だってしたことありますね。りょうじさん、素晴らしい。さすが、りょうちゃん。素晴らしい。本当その通りだと思うよね、はい。だったら自分から買った方がいいよね。間違いないですね。間違いないですね。これ絶対間違いないですよ。間違いないです。でも本当に誰か探してるからそういうことになるわけで。いや、素晴らしい領事さん。さすがでございます。さすがです。さすがです。はい、もう本当そうだと思う。本当その通り。よくさん、それあります。それ嫌です。いらないですって断れない私、セラピー案件です。涙。です。そっか。じゃあなんで断れないの？いらないのに買っちゃうってこと？いらないのに買っ、でも私結構そうだったかもしれないです。断れない。悪い気がして？悪い気がして。なんか、これ断ったら相手が嫌な思いするんじゃないか、みたいな。ああ、嫌な思いするんじゃないか。うん。聞いてみたら？私よく聞いたよ。ここで、私の方でね、ほら、例えば、こう、断ってくれたと、断ってくれたというか、例えばこう、提案するじゃないですか。うんうん、で、こう、私、断るじゃないですか、相手が。うんうん、その時にすっごい気まずい感じの時があるので、うん、なので、あ、全然断ってくれて OK だよって。でも、私との関係は全然変わらないからねって、ちゃんと言ったこともあるし。
ああ、なるほど。そう言っちゃえばいいんですね。うん、もう先に、うん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 。なんか、そうだからごめん、断るんだけど、でも関係性は変わらないからね、って。ごめん、今私がごめん、たまたまタイミングで必要ないから、いらないって思ってるんだけど、でもこの商品はいいと思うんだったらね。この商品本当にいいと思うよって。だけど、私は今必要性がないからごめん、今はいらないんだけれども、でも、しかももちろんだけど、関係性は変わらないからねっていうふうに言ったらいいんじゃない？自分が売り込むときもそれ言っちゃえばいいんですよね。そうそう、売り込むときも言っちゃえばいいんだよ。ね、これ必要だと思うから、今ちょっと提案はするけど、うん、そう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 。別に断ってくれても、うん、問題ないよって。関係は変わらない、お友達だよ。そう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 。っていう感じでいけばいいんですね。そう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 。そうです、そうです。そうです、そうです。それ、うん、それ絶対大事だと思うんだよね。だって商品と関係性とは全然別物だから。間違いないですね。ね。だってそうじゃなかったら商品いくつも買う、なんていうの？提案してきてくれても全部断っても人間関係全部壊れていかなきゃいけないじゃないですか。確かに。そんなんじゃないじゃん。確かに。ね。そう。だから、ごめん、今は必要ない。とかね。うん、そうとか、提案して、ごめんね、いらないって言われたら、オッケーオッケー、全然オッケーだけど、関係性変わらないし、全然、ね、これからもよろしくねって言っとけば、また必要なものがあったら、で、逆に聞けばいいんだよ。なんで、ごめん、参考まで聞きたいんだけど、今どうして、いらないって感じって言って。うん、うん。うん。そうすると、今タイミングじゃないとかさ、こうだとか、あだとかって言うと、なるほど、そっかそっか、わかった、って言って。納得すればいい話で。で、じゃあ今度もしそういうことがあったら、そこのところクリアできるものがあったら、またね、お話しするかもしれないよ。なんか考えるとこね、みたいな感じとか。あくまでも相手の人の気持ちを、組み取って、お届けできればいい話じゃん？はい。それはみんな自分本位になって自分が売ってるかもって思っちゃうから。あ、なるほど。あ、なるほど。あ、なるほど。なんかわかりました、うん。マリコさんは本当に相手のために。そう。もう 100%。あ、だって、だって相手が、この人、例えば感情セラピーどこでも万能だけど、この人には必要ないなと思ったら絶対言わないもん、私。なるほど、なるほど。うん、この人は必要ないと思ったらもう言わないから、だったら、ね、この人絶対必要だなと思うからこそ相手の気持ちを 100%、相手のために言ってるって感じ。自分はどっちでもいいんだよ、その売れてもらわなくても。でもこの人には絶対必要だよと思うから。それですよ。売れてもどっちでも、いいんだよがないんですよ、多分。それす、なんで売れなきゃダメ？売れてほしいが多分、根底に。売れてほしいが多分、私の場合はですよ、ひとみさんわかんないけど、やっぱりその、なるほど。私から買ってほしい。この商品を売りたいが多分根底にあるから、完全に相手のためになれてないのかも。ああ。今言われて思いました。なるほど。それは私から買ってくれる、さっきのりょうさんの話じゃないけどね、買ってくれれば嬉しい。うんうんうん、でもそれ前に、この人が幸せになることが大事だから。目の前の人が成長するとか幸せになるとか、ハッピーになることの方が大事だから、だからもしかしてこの人が私ではなく違う商品を買うことの方がハッピーになるんだったら、それはその方が絶対いいよねって思う。うん。だからどこまで行ってもやっぱり相手、それか、それか。うん。はい。はい、だって。はい。でも私、東京で2日間販売会させてもらったんですけど、前日に急にめっちゃ緊張して、なんかすっごいなんかもう落ち着かなくなっちゃって、うん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 、で、やっぱセラピーしたんですよ。で、やっぱり私はもうこの商品が好きで、うん、もう見てもらうだけでいいし、愛を持ってここに来たから、うん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 、売れても売れなくてもいいやっていうとこになんか行き着いて、次の日、販売会だったんですよ。あんな感じですね。そうです。わかりました。めっちゃそうすると売れちゃうんだよ、逆に言うと。うん、たくさん来てもらった。自分がどっちでもいいになると、うん、本当に商品って出てくるんだよね。なぜかというと、自分で引っ張らずに相手のことが考えられるから。あ、そうだね。そこがあるかもね。今言ってて思ったけど、そうだね。通じるものが。そう。私も 100% 相手のこと考えるもん。これ絶対必要ないよなと思ったら絶対言わないし、必要ないから、相手にとっては。うん。はい。めっちゃ勉強になりました。はい。よかった。でもその思いが多分伝わるんだよね、きっとね。じゃあ、読んでください。あ、千恵子さん。千恵子さん。私はさえちゃんのセッションすごいと思いましたよ。ありがとう。素晴らしい。すごいすごい。10年前の自分を抱きしめられました。いや、泣きそう。本当だね。ちょっと泣きそう。あれからとても居心地のいい場所に変わりました。ありがとう。
さえちゃんに変えられたのではなく、自分の中から変わった感覚です。ちょっと千恵子さん、私を泣かしたいんですか？素晴らしい！すごい！でも、こういうふうにして、ね、やれるセッションができるのは、さえちゃんがやっぱりクリアになったからなんだよね、やっぱりね。本当に素晴らしいね。嬉しいよ、マジ嬉しいよ。めっちゃ嬉しい。どうしよう。いや、ちえこさんもハッピーだし、さえちゃんもハッピーだし、で、横で聞いてる私もハッピーだし、多分これを見てくださってる方もみんなハッピーなんだよね。いやー、嬉しい。ね、うん、で、ちえこさんは、さえちゃんのお金払ってくださったわけじゃないですか。はい、で、さえちゃんはちえこさんにお届けして、結局、ほら、提案しなかったらこのこと起きてないじゃないですか。そうなんですね。ね、その通りですね。そうですよ。相手に教えてあげなかったらこのこと起きてないですから。さっきマリコさんとその話してたんですよね。なんかこう、もちろんね、感情セラピーをセッションしてお金をいただくんだけど、うん、そのお金を払ったクライアントさんの方がもうありがとうっていう、この、うんうんうん、この気持ちでお金が回ってくって、なんてすごい素晴らしい仕事なんだろうっていう。うんね、そうだね。本当その実感をして、やっぱもうなんかそういうふうに仕事が回っていく時代なんだよねっていう ね言ってたんですよね、さっき。そう、でも本当にありがたいお仕事だなって、うん、本当にみんなが喜んでくださって、こうやってね、で、お金までいただけて、ご感謝の循環がこうやって上って上がってくってね。もうだからみんなにこの、こういう形をね、なんかリレーできてると嬉しいなって、本当に千恵子さん、本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。どうもありがとう。もう本当ありがとうございます。ありがとうございます。高野山で竜とつながります。はい、そうらしいです。高野山行くんだ。そうなんですよ、行くんです。すごいすごい、そうなんだ。つながっちゃいます。あ、今わかった、ゴエちゃん。うん。私は否定されたら大なり小なり関係なく死にたくなるというブロックがありました。だから提案しにくいのかも。否定されたら死にたくなるそうです。マリコさん。そうなの、ゴエちゃん。ゴエちゃんすごいね。否定されたら死にたくなる。これはそういうブロックがあるって分かってるだけで素晴らしいと思うけど、誰かに撮ってもらった方がいいと思います。ね、多分これちょっとね、ちょっとゴエちゃん一人で頑張ろうと思わないで誰かにヘブル出した方が早いなって思う。そうだ、そりゃ言いたくないよね。だって否定されたら死にたくなっちゃったら、そりゃそのたんび死にたくなっちゃったら大変だよね。命いくつあっても足りないわ。ねえ。なるほど。ああ、なんかめっちゃざわ、なんかグッてくるから、これ多分、ゴエちゃんちょっとね、本当に、これ取れるとかなり楽になると思うよ。本当にいろんなことが。だから言えないから本音が多分、ゴエちゃんいろいろと。ちょっと誰かにお願いして、ぜひ、お願いします。お願いして、ぜひお願いしますってもいいんだけど、カミングしてアウトしてくれてありがとうね。まゆたんも。否定されたらものすごく傷つくのめっちゃわかりますらしいです、まゆたん。まゆたん、そうなんだ。まゆたんもか。まゆたん。でもね、まゆたんはそんなにでもない。うん、まゆたんはそんなにね、ごえちゃんほど死にたくなる。めっちゃわかる。気持ちはわかるのはわかるんだけど、ごえちゃんほどのブロックじゃないから、まゆたんはこうやって言ってれば平気。大丈夫。さらっと流れて。大丈夫。はい、マリコさんにセールス今じゃないのよねーって言われそう。いや、そんなことないよ。だって私結構セラピストの人の商品いろいろ買ってるよ、こう見えても。だって、ショッピングリソートしてもらってるしさ。そうですよね。ね、そうですよね。そう、とかいろんな人の商品買ってるから大丈夫だよ。全然そんなこと言わないよ。もう藤沢さんがあまりにもちょっと強烈だったから言っただけなんですって全然違う。帰り口、何を？何を？わかんない。すいません。ごめん、ごめんしゃ。喋るのに夢中で。そうね、ごめんなさいね。コメントが拾い切れてなくてごめん。めっちゃある。断れずに買っちゃったこと。あ、そっちか、そっちだ。それが。断ったら嫌われるって思っちゃったんだな。けなげな私。ああ、それでも私もあるからわかる。ねえ、だから言えばいいんだよ、みんな。断っちゃってもごめんって、なんか嫌な思いしたみたいな。あ、でもその人との関係をキープし、なんていうの、大事にしたいからこそ断れないみたいに。あ、そうだね。なるほど。だから、そうそう。だからこそ、ちゃんと本音で話せばいいんだよ。ごめんね、今私必要ないと思ったから断っちゃったけど、なんか嫌な気分になってるとか、なんか傷ついたとかって聞けばいいんだと思うんだよね。傷ついたって感情セラピーするみたいな。そこでさらに。
ちょっとあれだけど。そうそう、でも確認するって大事だから、ね、本音でちゃんと話ができるっていう自分になってるのが大事かなって。エリさん。はい、お願いします。断った後、関係性切れた経験あるから、進められないんだと気づきました。おぉ。そして、売れてほしいという気持ちもあるな。セラピー案件盛りだくさん。いや、よかったんだけど、最初のその、なんだっけ、経験あるの？それ別に、じゃあ、エリちゃん振り返ってみたときに、その人と切れて困ってますかって話したんですよ。ね、困ってなかったら別に、ああ、切れたのねっていうだけで、別に全然それはそれで、今だったら、セラピー案件までしなくても OK。で、うん、そうそうそう。で、売られて、ね、売れてほしいっていう気持ち、でも欲求は大事。だから、でもね、売れてほしいの気持ちはいいんだよ。売れてもいいし、売れなくてもいい。どっちでもいい。でも売れてほしいなっていう感じ。絶対これ売れたいっていう、そういうじゃなくて、どっちでもいいって自分で手放せてたら OK って感じ。売りたい気持ちは大事だと思うから、私は。全然 OK なんだけど、両方と別にそんな大したセラピー案件でもないんじゃないって話。切り捨てられました。すいません。そこまで書かなくてもいいかな。はい。クロージングできない人って、相手をどうにかして変えないといけないと思ってるから売れない。幸せになる行動をするのは買う人だから、売り手はアドバイスするだけでいいんです。素晴らしい、りょうちゃん。さすが。そう、さすがです。本当そうだと思う。私、りょうちゃんセラピストになりなよってずっと言ってるんですけど。そうなの、セラピストになって。なりなよってずっと言ってます。そっか、ぜひぜひお待ちしております。素晴らしい。でもこの考え方ができたら、感情セラピー手に入れたらもうどんどん売れちゃうよね。100% 相手目線になった提案は 200% 成功します。ほう。理学療法しているときに他人の商品売ってるわらしいです。ゴイちゃんやってんじゃん。やってますね、ゴイちゃん。やってますね、ゴイちゃん。で、うん、否定されても死なないでしょって話で。断られても死んでないじゃないですか、この時は。なんか自分の商品だとダメなのかな、うん、あ、そういうことですか。他人の商品だといいの？そこがわからないけど。どうなんだろうね。ゴイちゃん、そこちょっとまた教えてください。そうよ、そうよ。結局そういうことなんだと思う。そこが感覚の取れ、つかめれば、全然 OK なんだと思うよ、本当に。さえこさん、めっちゃ幸せですね。こんな場面に立ち会えるなんて私もハッピーらしいです。うん、イェーイ。ねえ、さっきのね、ちえこさんの話だね、きっとね。ありがたいね、本当に。それを聞いてる私もハッピーです。ありがとう。ね、ありがとうございます。もうみんな本当ありがとう。本当セラピスト仲間にはもう本当に助けられて。ね、ありがたいです、本当に。本当。どっちでもいいっていうテーマの投稿を昨日したところだったけど、ここに答えが。決めるのは相手。うん、確かに、相手がそう決めたのならどっちでもいい。うん。そうそうそう。本当そうですよ。そう。私なんか相手がいらないって言っても、いやー、でもどうしても必要だと思うけどねって。首下が、首下がっちゃう時もある。いや、でも、ようこさんもあるって言ってたよ。やっぱどうしても必要だと思うんだよって言っちゃう時もあるって。ああ、そっか。私もあるよ。経営者の人で、何が問題ですかっていうか、お金って言うと、いや、お金は、こういうわけだから、こういう提案できますよっていうのも言うから、絶対必要だと思う人には、やっぱりできるような提案を結構する。やっぱり。なるほど、うん。何が問題かっていうのは、ちゃんと教えてもらって。そこの確信ですね、うん。そこ大事だよね、本当にね。保存して見返します。ひとみちゃん、面白い。ひとみちゃん。ひとみちゃん、かわいいな、もう本当に。ごえちゃん、否定されるのは商品であって、自分を否定されるわけではないということですよね。あ、なるほど。知りたいってやつの答えですかね。うんうんうん、そうだね。でも多分ね、否定と一緒になっちゃうんだよね。ゴイちゃんの場合はね、きっとね、自分が言ったものが否定されたって思っちゃうから、ちょっとね、ちょっと結構これゴイちゃんは、あ、ゴイちゃんは次になれたから。ゴイちゃん次。そのブロックは出てきてびっくりしましたが、セラピーで取れたと思いますが。あ、セラピーで取れた。さっきの知りたいやつ？うん、取れた。もうちょこっとある感じだよね。もうちょこっとある感じだよ。あ、じゃあ今否定されても大丈夫なのかな、ゴイちゃん。そこをちょっと自分で確認してみて。否定されても自分は大丈夫って。なんかすごいめっちゃ雨が降ってきたんですけど。うん、雨めっちゃ降ってます。今、急に降ってきました。ちょっと確認してみてね、ゴイさん。ゴイさんだって、ゴイちゃん。ゴイちゃんは誰かに求められる自分を提供しようとすると死にたくなるんです。自分オリジナルを提供すれば大丈夫。はあ、なるほど。というアドバイスですね。ね、アドバイスですね。うん、そうなんだね。そうなのかね。
まあ、ちょっとこれはゴイちゃんでなんで分からないから私もなんともだけどね、うん、まあ、なんか参考になればね、ゴイちゃんお願いします。商品なのに私のと勝手に関係性を作り自己否定に走るのかな、うん、多分そうなんだと思う、うん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 、商品だって頭の中ではゴイちゃん分かってるんだよ、うん、なんだけどやっぱりどっかに自分と結びついちゃうから自己否定に入っちゃうんだよね、うん、そうそう、あ、そうだと思う。ちょっとこれそう、なんか残ってる感じちょっとするから、もうちょっとスッキリするといいのかな。自分の絡む商品、あ、さっきの答えですね。そうだね。自分の絡む商品はブロックあるな。そうそうそう、そうだね。さっきのね。確かに。そうなんだと思う。他のものだといいんだと思うけど、ゴイちゃんの、ね。私の理解が追いついてませんが。え？何の理解だろう。何の理解だろう。大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。でも多分、ちょっと否定されると、自分の、例えばじゃあ、ゴイちゃんが今持ってる商品を相手に言って、やっぱりいらないって言われると、多分でも、まだ傷つくんだと思うんだよね。そこのところだけはちょっとクリアにした方がいいかなって思うので、ね、そこだけだと思う。別にそれが持ってていけないわけじゃないけど、ご自身が苦しいんだったらね、ちょっとそこはね、やっぱりいつもついて回ることだから、提案することに断られたらどうしようとか、断られたらぐさってくるみたいな感じになるから、そこだけはクリアにしとくといいかな。で、断られたら嫌だなって思ってると、そこにフォーカスしちゃうから断られやすいんだよね、人って。ああ、そう、あ、そうなんですか。そうそうそう。そう断、どっちでもいいよって言ってると相手は、その、断りにくいっていうか、別にどっちでもいいって軽くなるけど、断られるかも。どうなのどうなのって先回りして、いや、断ってもいいよとか言われちゃう。うん、じゃあいらないかなってなるじゃん、やっぱり。そうそうそう。だから、自分の中で、なんつったらいいかな、断られるかもとか、断ってもいいからねとかなってると、やっぱそっちを誘導しやすいよね、人っていうのは、ね。なるほど。うん。はい。ね、そうそう。あ、もう一人。あ、のりこさん、こんばんは。今夜はツーショット。うん。はい、ツーショットです。そうなんです。さあちゃんがね、遊びに来てくれています。本当にありがとうございます。なんか、という間にもう9時過ぎてるけど、早いもう1時間過ぎちゃったよ。ね、うん、ちょっと皆さん、もし何かどうしても聞きたいってことがあったら、もう少し受け付けますが、一応、お金の切れ目が縁の切れ目っていうのって、私は、さやちゃんそういう経験ある？今、もうそれを思ってる？なんか。いや、今は思ってないですね。うん。ねえ、そうそう。なんか、お金が切れたら、うん、それはそれまでって言い方変だけど、そこの今の、今は、そこでご縁がなくてもいい人なのかなって、私は思えればいいんだと思っていて、お金が切れて縁も切れるんだったら、それはそれまでだし、お金が切れても縁が切れないんだったら、それは本当にそういう関係性の人だったし、だから商品売って縁が切れるんだったら、うん、あ、そういうふうに思われちゃってもしょうがない、しょうがないというか、それはそういう感じだったのね、みたいな、今付き合わなくてもいいって人ねっていう、そういう解釈ができると、いいんじゃないかなと思うけどね。ずっと付き合わないってわけじゃなくて、今は付き合わなくてもいい人ねって思えると。そうですね、うん。うん。みんな多分断られると嫌だとか、そのお金がね、関わってくると友達関係が崩れるんじゃないかとかって思うと思うんだけど、でも一番困った時に、お金が困った時とか何かがなった時に力になってくれるっていうのはやっぱり友達だったりすると思うんだよね、逆に言うとね。今回その帰国するにあたって、うんうんうん、めちゃくちゃ感情セラピストの仲間に頼りまくったんですよ。なんか、うん、まず迎えに来てくれ、成田空港に降り立ったんですけど、私実家大阪なんで家族いなくて、まず迎えに来てくれたのも感情セラピスト、うん、めぐちゃんね。で、販売会したのもかよこさん、うん、のお蕎麦屋さん、かよこさんって感情セラピストの方のお蕎麦屋さん、うん、で、各地でこう、ね、お話し会とかイベントさせてもらうのもほとんど、感情セラピストの仲間に企画をお願いして、うんねうんうん、やっぱり断られたらって、やっぱちょっとはあったんですけど、うんうんうん、でもそれみんな提案したの？さえちゃんの方からお願いって言ったの？割とそうですね。ああ、そうなんだ。どうかなって、なんか行きたいからどうかなって自分からお願いして、なんかね、断られたらどうしようあったんですけど、うんうん、断られて もう関係が信頼関係あるからかなんか大丈夫、ねうん、どっちに転んでも大丈夫っていうのはありましたね、うん、なるほど、うん、だからじゃあそうしてみるとやっぱり断られたらどうしようと思うってことはまず自分の中で相手の関係性とか、うん、そのなんつうのかなそうだね関係性をちゃんと日頃構築しとくっていうのも
まあ、それって逆に言うとやっぱり自分とのつながりとか自分との信頼とかっていうになってくるんだと思うんだけど、そこを大事にしとくっていうのがやっぱり大事だね。で、それ多くなくていいと思うんだよね。はい、私、全員にそんなことする必要なくって、この人はっていう人たちとそういう関係性を結んどけばいい話で、誰にもそれをね、求めなくてもいいとも思うしね、逆にね。うん、そうですね。そうそう。人生そんな断られても、ごいちゃんじゃないけど、死にたくなると思う人もいるかもしれないけど、でも、その人と付き合わない時間になったら、今度違う人と付き合う時間にちゃんとなってくるから、だから人生ってうまくいくようになってるんだと思うんだよね、きっとね。だから嫌な人と付き合わなくていいんじゃないかなと、私は思っております。はい。あ、そう、どこからだ？はい、ここからかな。断ってもいいからねは、お断りを誘導。お店で行っちゃいがち。ああ、そっかそっか、そうだね。そう、断ってもいいからねって。いや、断ってもいいんだけど、でも、あえてこっちから言わなくてもいいって感じ。あえて言わなくてもよくって、うん。ね、どっちでもいいんだけど、だって、断ってもいいからねっていうのって、それこそ失礼だよね。自分はいいと思ってるんだから、この人のためにいいと思ってるんだよって、思ってるから。断ってもいいって私あんまり言ったことない気もするな。だっていいと思ってんだから断らないでしょと思ってるから、基本。ああ、そうか。私は一回断ってますよね、マリコさんに。そうそう、断ってるんですよ。セラピスト養成講座、マリコさんが、そう、ね、そう話した後に、そう。私今回はちょっとやめときますって言って断りましたね。うん、断った。でもその後も普通でしたね。なんか、あ、いいよいいよ、また次回ね、みたいな感じで、ね。そう。でも私ショッピングエスコートだけはしてほしいと思って。そう、断ってくれてもいいんだけど、そこだけはやってと思ってたんだけどね。そう。私断ろうと何しようと、そんな表面的なことで関係性は私は崩れないから、全然問題ないと思ってるんだよね、私はね。本当にご縁があって、感情セラピーを断りますっていう方ももちろんいて、まあその方ともずっとこれからも仲良くしていきたいとも思ってるし、するから、全然そこは、私は何とも思ってないけど、多分、相手の人が気を使ってそういうふうに思っちゃう人がいるから、関係性をね、お友達ではいさせてねっていう時はあるって感じかな。うん。マリコさん、すごい。いや、なんで、そういう思ってるから、この人とお友達じゃなくてもいいかなと思う人に言わない。なるほど、そうですね。そう。社交辞令はだ、もう基本言わないからね。なるほど。うん。そう。そうです。そう。会えるの楽しみにしてます。ね、ありがとう、スーちゃん。私もね、今度ね、6月会えるよね、きっとね。はい。ゆこさん、どっちにしても大丈夫、すべて。そう、本当にそう。もうどっちになっても大丈夫は大事な言葉ですよね、本当にね。愛知でさえちゃんに会えるのがめっちゃ楽しみ。ね、もう本当によろしくお願いします、皆さん。マリコさんのマインドをインプットしたくなりました。マリコのマインドセット講座を欲しいです。それがだからさ、セラピスト養成講座だってば。こら面白い。言ってんじゃん。またちょっとぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと後で話しましょう。そうなんだ。ありがとうございます。次がこれかな。マリコさんはしっかりと自分とつながってるなぁと改めて思いました。素敵。嬉しい。ありがとう。いつも嬉しい。そんな照れるわみたいな感じだけど。でも本当に思うんですけど、私たちほとんどズーム越しじゃないですか。うんうんうん、でこの間初めましてだなったことじゃないですか。そうですね。うんうんうん、ね、リッツカールトンでね、うん。全然裏表ないんですね、マリコさん。そうですか。はい。なんか。このズームとかの講座とか、YouTube の配信とかで、いいこと言って、うんうんうん、なんか裏では、なんか全然なんか、けみたいな。めんどくせえみたいな感じなのかなとか、若干思ってたんですけど。そうだったんだ。何にもなかったですね。そうですね。はい、基本普通こんな感じですね。そうなんですか。基本あんまり作らないし、こんな普通にこんな感じで、家族の中でも普通にこんな感じやっております。通常営業でございます。感情セラピー、セルフケア、あ、りょうちゃんね。ほら、ね、私、何回も言ってるよ。セルフケア買っていいんだよ、私から。そう、ぜひそこで、まずそこからお願いします。そうすると、そう、私の動画がついてきますので、ここで営業してどうするって話だけど。受ける。あ、みーちゃんありがとう。今度ね、一緒に行くときにみーちゃんにガイドしてくださって、そう、みんなみーちゃんに会えるからね、楽しみにしてて、実はね、ちょっとね、一般の方も私の方でお話ししようと思うけど、今度ね、伊勢神宮の正式参拝を、
赤塚さんっていう方がちょっとクラブのね企画してくださっていくことになってるので、あの皆さんにまたご案内するので、ご都合がいい方はぜひ一緒に行きましょうね。楽しいと思います。お会いできるの楽しみだね。あ、そう、名古屋のお話し会に、そうかそうか、来てもくれる予定で、あ、名古屋のお話し会まだあの受け付けてますので、ご興味ある方はぜひぜひ皆さん来てください。ご連絡ください。はい、このエリちゃんです。片岡エリちゃん。うん、マリコさんって本当にそうですね。そう、そう、エリちゃんともね、ちょっとね、一泊で、あの、一緒に乗せに行ってきたから、そうか、乗せに行ってきたから、このまんま、このまんまだということがもうバレバレで、すいませんって感じですけど。本当に、適当なのもバレてますって感じよね。天然だしって言われてますよ。天然は自覚しております、私。でも空気が読める天然だと自評しておりますって感じです。本当にでも気遣いされ、気遣いされあ、リアルマリコに会えるわ。お、あ、そう、ゴエちゃん。楽しみ。伊勢でね。やったー。ゴエちゃん、私もいるよ。ゴエちゃん、楽しみだよ。私も会えるのが、もう本当に嬉しいよ。笑い疲れました。そう、皆さんもう本当にこんな時間でございます。ありがとうございました。ね、もう本当めっちゃ楽しかったね。楽しかったです、ね。笑い疲れ、私も笑い疲れたよ。なんか話そうって思ってたことをなんか話せました。いいじゃないですか。いいじゃないですか。楽しければいいから。このライブは楽しくてみんながゲラゲラすれば、なんかこう、笑う角には服着たるって言うじゃないですか。そうですね。いいのいいの、それで。よかった、今回落ちなかった。落ちなかった。大丈夫。ネットの乱れは心の乱れ。私たちも大丈夫だったってことだと思います。成長したってことで。ね、成長したってことで。はい、で、皆さん今日も本当に、さえちゃんも一緒にありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。私はこれからケーキを食べて、私は温泉に入ります。行きます。はい。はい。ありがとうございます。ごいちゃん、久々のリール最高ね。そうか。ねえねえねえ。そうだね。そうだね。みんな本当にありがとう。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。まだちょっと来週のエンディングを書きます。エンディング、来週のエンディングで。ちょっとどこだ。はい。じゃあねー。ありがとう今までの君、ありがとうありがとう今の君、二人で一緒に歌おう、未来の分までありがとう、ララ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 ラ、二人で一緒にありがとう、未来も一緒に笑ってるよ、ありがとう愛しい君と僕。皆さんこんばんは、ありがとうございました。来週はですね、私の商品お金出す価値あるものっていうことでお話をしていきたいと思います。来週もまた見てくださいね。で、さえちゃん、日本を楽しんでね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。